栄養表して、はい、ワンパンマン格好してるとこね。あー本当だ、本当だ、色合いが本当だ、本当ですか。2回目の5の時に、村田さんが原稿せずに、ずっと練り消しですげえかっこいいドラゴン、はい、ドラゴン作るな。恐竜を作ってたの。恐竜を作ってたの、認めるんだよ。だって自慢しかしないもんだから、これだけ売れてくれたから。本当に、やっぱ売れたもん勝ちだよね、やっぱり超えてきてね。そうですよね。本当に、うん、いやでもなんか本当にね、うん、あの僕がその部活、うん、一応なんか高校の時に水泳部はやってたんですけど、うん、あんまりその、合宿だとか、うん、あんまりその、うん、あの熱を入れてやった記憶がないので、うんうん、あの若い頃みんな若い人たちが集まって、うんはい、同じことをやるっていうのが、うん、やっぱちょっとあの部活の合宿の雰囲気出るじゃないですか。今思い返してみると本当にあれ青春時代だったんだなって。確かに青春時代だよね。確かに楽しかったですね。次回次回作る、はい、みんなで漫画作り、こんな会話できないですもんね、あれがなければね。いやすごかった。一人ドラゴン描いてましたけどね。合宿中ドラゴン描いてました。違う終わった後に俺ご飯作ってましたから。そうそうそう、合宿だよ。ちょっとその話してほしい。あの当時からめちゃめちゃ料理上手で、うん、あのキャベツの切り方だとか教えてもらいましたもん。もう教えましたっけ、だからね、さっきだからね、水本さん、あの時なんか鍋とかしてませんでしたかって言われて、俺してた記憶がうっすらあるけど、してたなって言ったら、それだからね、鍋は俺が作ったんですかね、作ってたっていうね、それはね、はいはい、今と変わらないですね。今と変わらない、うん、一緒のことしてるんだなとね。僕はもう全然あの頃食えてなくて、あ、はいはい、八百屋でキャベツの外っ端あるじゃないですか、うんうん、あれもらって帰っていって、うん、そんなに苦学生中が、うん、それで、あの厚さんが作ってくれた料理の時に、うん、キャベツの外っ端取っちゃうんですよ。あ、そうですね、外側取っちゃうんだって思うんですけど、作ってもらったらめっちゃうまいから、あ、外っ端じゃねえキャベツうめえって。料理はほんと上手なんですよ。で確かね、俺なんか今のでうっすら思い出したんですけど、水本さんが気を使ってかファミレスとか出前で高いものを結構ね、ご飯の時に注文するので、その額を出してくれるんだったら僕が作るから量も作れますね、お腹減ってるってとにかく言ってたので、量を作りたいっていうのがあったんですよ。で俺も減ってたので、で、まあ、やっぱね気を使うんですよ、新人のね、ところで酒代わりとかいいもの、いいものっていうか、なんかこれも頼んでいいですかもう言えないんで、だからね、それこそ出前なんて700円とかさ、かかっちゃうんだったら、なるべくね、先生が頼んでるものより安めのやつを頼んだりとかね、スーパー教えてもらって、で買い出しに行って料理終わった後作ってたっていうのが、だから本当にいっぱい食べれましたもんね。そうですね。パスタもまとめて作っていただいて、めっちゃ美味しい。やりました、めっちゃ美味しかったです。そうそうそう。安く仕上げようと思って。もう食のことめっちゃ覚えてるんですよ。気持ちいい時のやっぱ美味しいようなこと覚えてる。食べた形も美味しいですから。そう。ステーキ食べてなかったの違いますみたいな覚えてるんですね。この撮影の時もご飯あのだけは作るようにしてるんですよ。変わってないんだね。変わってないです。ね、みんなに振る舞うんで、他にね、まあ、あのね、お金とか出せるわけじゃないから、うん、せめてお腹だけでお腹いっぱいになって、そうだから、室田君がね、なんか結構何個、4個か5合ぐらいね、はい、あの炊いてたで毎回ね、はいはい、それはだから、米を室田君がもう結構3分の1ぐらいになっちゃう。すいません、みんな4人とか5人いるならね、ごめんなさい、なんか食い溜めして帰ろうぜ。ここで食べてね、お腹いっぱいにして帰ろうぜ。だから正直、食べることは、ま、全く問題ないなと思うんですけど、問題なかったんだけど、あのダイエットした、ね、成功したばっかりで大丈夫かなと思って。いやでもそれはもう3時間近く走ってるから大丈夫。いや、まあ、あれ、ね、走るのはもう初日で終わった。そう。もうこれはもうまた迷うし、寝ちゃうしね。そう、確かにね。ちょうど寝ちゃうから、なるほど、睡眠をちゃんと取ることになったからね。あの、まあ、水本さんとこ行って、うんうん、まあ、いろんなアシスタントを経験して、アイシールドを。が連載初ですよね。うん、そうですね。どのくらいあの期間ってありましたっけ？2002年開始だから、4年ぐらいは、うん、間にで、ね、はい、懐かしょ。あ、はい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 。19の時で、で4年後にそれデビューしてって、うん、そうですね。そこからもずっと一線で活躍ですね。長谷先生に拾っていただいたおかげで。ね、はい、僕はだから村田さんに出会ったのはアイシールドをやってる時なんですけど、そうですよね。はい、なんか
草野球に来てくださって、うん、そうですね、稲垣さんと一緒に、はい、そう、稲垣さんと一緒にアイシールドの2人で来てくれて、大丈夫か、結構大丈夫すごいほんで、じゃあ本当にもうアシスタントがやってる草野球みたいなだったんですけど、村田さんがめちゃくちゃ声かけてくれて、だいたいその当時ジャンプで連載してきた、いた人が全員来たんですよ。すげえ。俺はひたすら気を使うっていう。いやいや、すいません。いや、気を使うよ。怖いよ、今回。もう怪我してしまう。あの松木さんとか来た時でしょ。いや、松木先生もまあまあ、でも松木先生とは一緒ではなかった。あ、そうか、じゃあまた別の時だ。また別です。そこ爆弾をしたらもうジャンプがなかった。ジャンプがなかった。あの時俺、全然あのスポーツ音痴で野球のこと知らなかったんで、あの井上さんにいろいろ教えてもらって。あ、いや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 。俺、ショートとか知らなかったですからね。ショート知らない。ショートってどこですかみたいな。でっかいホームラン打ったら2点入るんですよね。そう野球のルールはスリーポイントじゃない。でも面白かったですよね、あの時。あれもだから俺の中で青春でしたけど、みんなで集まって野球。だから水本さんもね、よく野球。井上君と久しぶりだったのは、なんか即戦力だから。え、その後、アシスタントも手伝われたんでしたっけね。あの、少しアイシールド終わって、ドンテン、そうですね、ドンテン、ソーラーカー、スケットで入ったって感じなんですね。スケットで引かしてもらった時に、行ったら、もう一人のアシスタントが、なんか、村田さんの家の前で佇んでて、どうしたのって聞いたら、何回ピンポン押しても出ないんすよって言って、オートロックというかマンションで、あの中から開けてくれないと入れないみたいなシステムで、新しい伝説か、でピンポンピンポン押して、村田さんいな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 っつったら、後ろからすいませんっつって、今日休みでしたすいませんでした、本当に今日謝ってましたプロなんても何でも変わんないですよなんで後ろから来たんですかって、ほらほら子供を幼稚園送ってましたって言って後ろからってね、もうそうそう、ほんで、あ、そうなんだっつって、まあ、僕は一回その駅前のパチンコ打って帰ったっていう、それはね、趣味があってよかった。草野球で久しぶりに村田歌って、ああ そ, うで、ね、でそれで、ね、いつもその後ね、飲みがあってね、ああ、じゃあそういうだから付き合いも知らないから、水本さんとね、村田さんのそのつながりとかも知らずに、あ、そうなんだね、久しぶりに嬉しくて、また飲み行こうよって言っちゃって、水本さん、村田さんのこと知ってんだみたいな感じで、いや、知らないじゃないですか、水本さんとは個別で会ってるし、はいはい、村田さんとも僕個別で会ってる、もともと雑なのに酔っ払ったからもっと雑になって、もうちょっと忙しい状態なのに、そうだよね、もうアイシールド忙しい時に、村田君飲み行こうって言って、行きましょうかって言われて、あれあれ、でも結構もう連載後半後半だったんですよね。だってあの草野球に誘っていただいた頃って、まだ水本さんともう10年ぐらいは連絡取ってなかった。そうかもしれないですね、かなり久々だったと思いますね。もし10年ぶりだねとか言いながら、そう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 、それね、三鷹のね、あのなんかうどん屋かなんかでベロ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 でもう身振り手振り大きくなった時に、俺大体もうなんかテンション上がった時にガーンってやって、あの継いだばっかの焼酎をこぼすってやっちゃうんだけど、まだ最初はもう「ああ」って「もう一つ」とか言って、優しいんです、すごい「ごめんねごめんね」とか言ってね、言ってるんだけど、 また俺もまだやんのまだやんの、それ3回やったからね、うわめちゃくちゃやろ俺もこぼしてますけどね、村田君のこぼすはあの普通にこぼすぐらいやって、この2人に飲ませるなダメな大人だめな飲ましてダメな人生のトップ3ぐらい入るぐらいやばいからやばい。やっぱ楽しくなっちゃうんだよね。お店の人にすいませんとか言いながら、久々にやって。さすがに3回こぼした時は村田君死んでたら顔が。何回やるんだよ。飲みすぎで死んでた。先輩だろうがね。何回やるんだよ。お前ふざけてる。なりますよ。なりますよ。それはしょうがない。ちょっとね、仕事の話の方にちょっと戻りたいですね。いや、全然全然。あの、僕はただの興味なんですけど、アイシールドやってた時って、1週間の週刊連載じゃないですか。どのくらいのペースで作が入ってたんですか？ペースは最初の頃は結構4日とか5日とかかけて。あ、原作付きですからね。で、毎週そのデニーズで1回打ち合わせして、下絵を見てもらって、打ち合わせがめっちゃ盛り上がるんですよ。夜の12時に。
うん、デニーズに集合して、うん、昼の12時まで、うん、12時間喋ってだって下絵でしょもう下絵それ稲垣さん稲垣さんと浅田さんと担当、さんですね、はい、担当さんと、はい、で原作の稲垣さん、うん、デニーズで3食食べるっていうね、はい、いい客すごい、それ毎週にやってたんですかそれ毎週でしたね給食費のなすごい体力でしたね、うんうん、で4日5日作画をするとそうですね、うん、でも後半になるとネームが上がってくるのが遅かったみたいな、うんうん、あまあそうですね、うん、まあまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、うんうん、だから、まあ俺の作画時間もちょっと短くなっちゃう、だから俺が噂で聞いてた伝説としては、あの村田君が最近アイシールドすごい殻が完璧ね、すごい今度 何日かけたんだっていうのが上がってくるなと思ったら、うんうんはいはい現にやっぱり、うん、あの原作が遅れてくるからあのね、はい、すごいもうカラーにかける時間がいっぱいあるんですよ。ありがたいんですよ。逆にそれで、うん、あの単行本の書き下ろしがいっぱいできる。なるほどなるほど。で待ってる間にそれすごい発想。それって結構買った人は休まない。いや買った人はめちゃくちゃ嬉しいですよ。いやだからそれそのおかげで。ワンパンマンもすごいもんねだってね。ああそうですね。ワンパンマンは割と結構時間取っていただいてるんで。確かにでも作品としては終わりの方ですよね。押してきちゃうっていうのはね。大体どの作家さんというか原作の人も終わりの方って辻褄合わせて結構本当に大変ならしいんですよね、うんうん、ネームそうネームが、ね、だからやっぱどの作家さんもやっぱ最後の方は遅れると言いますよね原作でも最初の頃はそうやって作ってたんですねすごいですね稲垣さんも喋るの好きだからすごいですよもう来てくんないかな話題がね豊富さがすごいですね来てくんないからすぐチャンネルの自分のことばっかりダメだよそういうところタイトルに名前載ってるぞ稲垣俺もだ稲垣先生はなんか結構そういうそのメディアの露出とかされてるんで、うん、されてますよねお願いできいやいや怖い僕会ったことないんですよ僕草野球仲間ですからですよ元あですよ、ね、元だから昴生君が言えばいいんじゃないかな、はい、連絡お願いします稲垣さんに連絡稲垣さん出て稲垣さん出てまあ、おいしいか終わって、はいはいはい、今ワンパンやっていると、はいはい、違いますか、うん、あのアイシールドやってた時とワンパンマンともうやってることは一緒ですかあのただの仕事の感じあでもそうだ、はい、東京でやってないんですよねそうですね今は福岡なんですけどですよね、はいはい、で、はい、どうやってアシスタント全員が全員職場にいるわけじゃないじゃないですか、うんあそうですね、なんか話といえば聞いたら、はいはい、あの僕は体制をちょっと教えてもらっていいですか仕事を始めた時は、うんまあ、今でいうとテレワークですよね、はいスカイプでつないで東京の方と、うんまあ、あの原稿のやり取りしてってこうやってたんですけど、うんまあ、僕仕事場で一人なんで、うん、寂しいんですよ、はいはい、だんだんおかしくなっちゃって、うん、で、うん、かみさんに相談したら、うん、誰か若い人入れたりとかしたらみたいな感じで言われて、うんうんでそれで水野先生の紹介で、うん FCA あ、はい、福岡 の、うん、あの専門学校の漫画学科が の講義を一回お願いできないかということで、うんうん、そうだから、うん、本当はね俺が FCA あの、はい、福岡の学校に、うん公園に行った時に、はいはい、せっかくだから村田君に行けないと近所かもしれないから、はいはい、ちょっとこうね、はい、学校先生に、ねね、ちょっと村田さんを紹介してほしいって言うから、いいね、ちょっと一回飯でも食いませんかって言ったら、うんうん、ちょっとワンバンの締め切りきつくて会えなくて、はいはい、しかもそのお店取ってた店の、うん、あの近い方のなんとか店なら行きますみたいなこと言って、うん、あれなんその返事が来てそんな行けそうなんですけどみたいな感じで、はい、行けそうもありませんみたいなちょっと丁寧だったけど、はいはいうん、そしたらその、はいね、1年後ぐらいになんかね、はいうん、ちゃんと公演ミシンやってくれてあ、はい、ありがたいなと思ってそこの生徒さんが今、うん、ワンパンマンに入ってくれたりそうですね、そうなんですか、うん、その講師の方に、うん、紹介していただいた講師の方に、うん、一応こう公演をやる代わりに、うんなんかなんか見込みのある生徒さんを紹介してもらえませんかってことで、うんうん、でそれで面接をして、4人入っていただいた4人じゃあ今スタッフでそこに4人入って、うんうん、そうですね、あ、はい
うん、で通いで入っていただいて、うん、こっちで仕上げとかもいるんですか、こっちの東京の方に、はい、あ、そうですね、みんな、東京の方で仕上げ作業をやっていただいてたんですけど、うん、今はもうなんかみんなあの、うん、iPad だとか、うん、はいはいはい、ツールでデジタルの仕上げまでやってもらう形にして、うん、まあ、全員で仕上げるような感じで、そうなんです、ね、じゃあ仕事場に来て iPad みたいな、ね、で僕と話してくれて、で僕の僕と話してくれて寂しい、寂しいさを練り消しで恐竜作ってる人いないですか、そんなやついない、やっぱ iPad は引き出しないから引き出しないから、そういう問題じゃなくてみんなしっかりしてる、あの iPad 立てるところここにここにしっかり隠せる、そこまでやったら気を引かせる、そこまで工夫するんだったら村田さん気づいてねえなミスの出てきちゃう、もう今の時代は Z ブラシで書いてください、ブラシじゃなくて、じゃあ、在宅でいる子もレギュラーいるんですよね、で、あ、そう、こっちなのかな、はい、で何人、こっちは何人ぐらいいるんですか、こっちは3人、3人で、はい、地元で4人で4人、はい、の体制で書いてるって感じなんですかね、はい、すごいね、一応こっちで、あのテレワークでやっていただいた方が、うん、もうあのちょっと越してきてもらって、うんうんうん、今だと5人でやってます、すごい、もう今は漫画どこでも描けるんですね、正直東京じゃなくてもみたいな、はい、そうですね、あと村田君ってフルデジじゃないんでしたっけ、あ、フェイルまではが G でやって、はい、それで仕上げをっていう形ですよね、そりゃ そうか、あのタッチは、うん、そういや、ずっとアナログだったはずだよなと思っていて、うん、エフェクトすごいから、うん、そうそうなんですよ、もうデジタル感がかなり強いから、うん、強くなってきたって言えばいいのかな、そうですね、うん、ただちょっとあれですね、あの目がうん、もうだんだん老眼入ってくると、うん、やっぱりもう入ってきましたか、そうですね、昔ほど細かいのが難しくなってきたかなって、そうなんですね、ってなるとやっぱスキャンしてから修正する部分がだんだん増えてきて、うん、拡大できるから、ね、デジタルでやるっていうのはよく聞きます、僕まだ来てないんですよ、あ、いいですね、45なんですけど全然平気で細かい本は普通に書けるんですよ、だからそれができなくなったら俺ひょっとしたらアナログ卒業かもしれないってぐらい、今ずっとアナログでやってるんで、まあ、でもある程度は老眼鏡で大丈夫だと思うけど、ね、あ、そうなんですね、だからちょっと違う話だけど、あの、ね、島袋さんが、はいはい、ヘルプで手伝いに行った時に、はい、あの島さんが最近すごい目が疲れるんだよねとか、はい、ピンときて、はい、あのあれ老眼鏡をあのだったらもしつけてみて、もしかして老眼鏡で見える可能性もあるからって、うん、あの100円ショップ売ってるよって言って、あ、そうですね、でちょっと明日で買いに行かせて、うん、かつけたら、うん、あーとか言ってすげえ見えるとか言って、なんか悲しいよ、ずっと疲れ目立っちゃう、待って老眼鏡の話になってるやん、いやいやいや若い子たちに違う老眼鏡の話だよ、やめ若い子ね、なんで島村さんだから、あの、うん、面白いけど同じ日にアスタントに、うん、あのあるだけ買ってきてですね、あるだけすごい100円ショップだから同じ老眼鏡が10個じゃん、商品違うのにねなくならないのに、やっぱりちょっと雑に使ってすぐポキッて折れるらしいんで、まあ僕も 目がね、その大丈夫だったら、はい、アナログのまま行きたいなっていうのは思ってて、あ、そうなんですね、やっぱアナログ、まあその書いてるのも楽しいですよね、そうですね、わかります、デジタルは、ね、作業感の方が強くなるんですよね、なぜかデジタルでやると書いてる感じがしないというか、なんか手書きとエフェクトのすごい融合がすごいなっていうのは、総合作業というかね、どっちも際立つみたいな、もう一個その質問していいですか、はい、村田さんに、はいはい、うちの奥さんが、うん、聞いてくれって、はいはい、村田さんは、はい、まあ、学生の頃、はい、好きな教科って何ですか、あ、図工っす、ありがとうございます、いや俺は絶対図工だと思うよって言ったんですけどとりあえずそういうすごい人は何どの教科が好きだったかとりあえず聞いてこいって言われる、全然興味ないと思うけど図工です、あ、ですよね、
いや、やっぱ、意外と図工の成績悪かった。あれそうなんですか、もう藤子不二雄にハマってたから、うん、何でも藤子不二雄の絵になっちゃって、うん、全然成績良くなかった。すごいですね。じゃあ、デビュー作のライって藤子不二雄タッチじゃないじゃないですか。そのぐらいいろんなの混ざっててみたいな。そのまま行きましょう。これね、僕のね、その当時ね、連載してたね、はい、漫画ね、これですね、前回見ましたけど、はい、これやっと2人、2人集まって、いや、2人のコラボ、いや、もう2人だけで、だから、2人を、2人と関連したものを持ってこようと思って、ありがとうございます。当時の画廊で使った2人のキャラが、そう、漫画の中では敵対してるんだけど、はい、昔は親友だったって設定だから、まさに今の状態ですね。敵対してない仲良く出てくれてるやね。何を師匠がさ、ややこしくしてくれてる。だからすごい、名前をつけるのが頭浮かばなくて、いや、もうありがたいですよ。もうとっさに、ね、そのまま横の2人をコミックスの負けで出てるんですよね。そうですね、これそうですね、コミックスの負けでね、はい、連載中のやつじゃないですけど、はい、いや、もうありがたいですよ、もう、はい、だからね、僕はなんか、丸眼鏡のキャラですよね。なんか、あ、そう、丸めたりとか、そう、ユースケ、だからちょっとうっすら似てるんでね。そうですね、そう、ちょっと右と左をよく間違えるってね。そこは一緒だなと思って。いい話。東京と博多間違えるってね。いや、そう、間違えすぎだよ。そうだわ。そうだわ。右と左よりも、かなり重症というか。右と左がやばいな。本当、ありがとうございます。めちゃくちゃいい話を聞かせていただいて。いや、こんなに話したの久しぶりで、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。また機会があればね、ぜひとも出てきてください。この2人は準レギュラーで、準レギュラーで、もうジャージ、赤いジャージ用意しようかな。格子ジャージ。最後に告知とかあれば。告知、はい、もう、まあ、順調にワンパンマンがあって、はいはい、まあ、他に特別な何かって言えることは、特に、じゃあ、ワンパンマンを応援してくださいって、はい、はい、よろしくお願いします。全力応援です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、チャンネル登録も、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日は、ね、はい、またお邪魔します。村田先生と水本先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.